細川元首相がですね、ジャーナリストの池上彰さんのインタビューの中でですね、東京五輪についてですね、オリンピックは原発問題があるから辞退するという旨の発言をしておりましてですね、まあ、こういう主張をされている細川元首相が、まあ2020年解散が決まった、東京五輪の責任者に重要な人物になります都知事に立候補していると、長官の受け止め、まあ、立候補するのは誰でもこれ立候補できるんじゃないでしょうか。ただ2020年のオリンピックの東京招致、朝確か5時過ぎでしたかね、多くの国民がですね、まあ、期待をして、で結果として、決定した瞬間は日本中が、まあ、これは歓喜の声で沸き起こったというふうに思っています。国民感情はやはりやってほしいというのが国民感情じゃないでしょうか。ただまあそういう中で、まあ政府としてはですね、まあ招致決定したわけですから、まあ、オールジャパンとして、まあ、日本オリンピック6年後最高の大会が開催できるように準備するのがこれ政府の立場であります。はい、知事になる方はですね、2020年の五輪招致に意欲の高い方がふさわしいと思います。そこは当然ですね、政府としても推進してきた立場でありまして、まさに、東京と JOC、そして政府とまさにこのオールジャパンで、これ、招致に成功したわけでありますから、まあ、東京オリンピックだけでなく日本全国のですね、みんなが参加できるようなオリンピックにしたいと、まあ、そういうことを常々私この会見でも申し上げてきておりますので、まあ、そういう意味で、オリンピックに関してはですね、まあ、ぜひ、最大限の支援を政府とも行っていきたいと思いますし、多くの国民の皆さんにも2020年という一つの大きな目標ができてたんじゃないかなと思っています。ぜひ成功させたいと思います。